こんにちは。日が輝く生態チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。この動画では生態に関するご質問にお答えしていきたいと思います。本日も熊谷さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は短時間睡眠に関するご質問ですね。一つ疑問に思うのが、疲労を取るために睡眠を取るという睡眠イコール休息の考え方に対して、巷では短時間睡眠を提唱する方もおられます。熊谷先生は短時間睡眠に対してどのような考えをお持ちでしょうかということなんですが、熊谷先生の短時間睡眠ではないですではないです、はい、短時間睡眠っていうのは結構新しいメソッドかなっていうふうに思うんですよね。ちょっと僕も詳しくないので、はい、文献的にこの本当に何百年前からあるのかっていうところはちょっと不明なんですけど、はい、ただ全く寝ないっていう人もいなくはないんですよ。いるんですか？そうそうそう。なんか寝なくても全然大丈夫っていう。はい、でそれなんかテレビ僕見たんですけど、はい、その人何が起こってるかっていうと、脳が、なんかね、起きてるけど、普通寝ないとこのスイッチがこう入れ替わらないんだけど、はい、起きてても入れ替わってるっていうのが脳波で分かってるっていうのがあるんですよね。はい、だから、どうなんでしょうね。僕もわかんないです。正直なところ。ただ、一応推測できるのは、体の反応として疲れてれば、睡眠を多く取るというよりも寝ちゃいますよね。うんうん、で、脳の多分ね、機能としては、さほどその長時間寝なくても、回復するのかもしれないです。はい、脳は、うん。で、睡眠って脳と体ってこう真逆な反応するわけですよね。レム睡眠とノンレム睡眠ってこう繰り返しているじゃないですか。はい、体が起きてる時もあるわけですよ。寝てる時に。寝てる時に。活性してるっていうね。で、その時に寝返りとかもそうだし、あと眼球がこうわーって動いたりとかっていうのもあったりとか、はい、体自体は活性してて、はい、で脳が睡眠をとってる。で、逆に、脳が活性化してる時は、体がもう寝てるっていう。だからこういうのが、こう、逆にこう動いて、睡眠っていうのをこう構築してるんですよね。はい、だから脳がこう活性化してる時に目覚めると、スッキリ起きる。うん、逆にその脳が寝てる時に、はい、起きようとすると寝ぼけちゃう、眠い感じになっちゃうっていうふうに言われてるんですよね。だから脳はなんか短時間でも結構処理能力が早いので、はい、いけるかもしれないですけど、うん、体がやっぱりトレーニングすればもしかするとね、体が短時間でもこうガッと改善させられるようなホルモンバランス、成長ホルモンが出たりとかするのかもしれないですけど、はい、普通に考えたら、やっぱダメージを負った体っていうのは修復する時間がやっぱり足りないので、はい、治っていかないかなっていう感じがしますよね。うん、睡眠っていう意味では、短くてもトレーニングすることで、かなりいい状態は保てるのかもしれないですけど、ちょっと20年、30年、それで、この短時間睡眠を続けて、どうなったのかっていうデータが少ないので、うん、今の段階では科学的根拠っていうところが体感ベースでしかないんですよね。はい、だからそうなってくるとちょっと怖いなっていう意味が、まあ、僕の中ではあります。いいか悪いかもう体のその人の体を見てみないとっていう、まあ、僕らの視点からしたら、うん、視点からだし、あとやっぱ長期間見て、まあ、僕らの生態っていう技術はもう昔からあるわけですよ。何百年前からも。はいはい、その主義とかは当然その継承されていったりとか、まあ、淘汰されてなくなったものとかもあるにしても、このアプローチが効果的っていうのはもうその歴史が物語っているように効果があるっていうのも実証されてるじゃないですか。はい、でもやっぱりこの新しいメソッドって結構そこが分かんないので、今はいいけど結構20年後とか30年後とかにこう悪さをするっていうケースもなくはないんですよね。だから、そういったところもあるので、今、若いうちにそういうことやってたら、結局、50年、60年、50歳、60歳になった時に、もう大きい病気になるかもしれないし、うん、そこの、なんかデータがあるのかないのかわかんないですけど、はい、今の段階では僕はわかんないので、ちょっと怖いかな。うん、よく、レーシックはそう同じようなことをやったんですよ。そうです。そうそうそう。今、だいたい20年くらい。なってると思うんですけど、はい、
あの、レーシックでこう削って、はい、で将来その、年取った時にどうなるかがわかんないから、うんうんうん、で、そういったのは怖くてやらないっていう眼科の先生とかもいらっしゃったりするんですよね。はい、うん、なので結構その歴史的にこう人体実験なので、はい、どうしてもこう昔からあるものってそういう風になるよっていうことがわかってるものは安心できますけど、はい、結構新しいメソッドっていうのはそういうところの怖さはあります、ね。うんうん、ちょっと、うん、理屈的にも科学的にも少しこう怖い差があるなっていう、なんか生きてはいけるんでしょうけど、はい、体の回復としてみたら少しこの酵素を作っていく時間だったりとか、うんうん、もしかするとそれにトレーニングするとその短時間眠った瞬間にグワッて出るっていう人よりも多く出るとか、はい、あるかもしれないですけどね、うんうん、体質にもよるだろうし、うん、合う合わないも当然あるということでしょうし、一応短時間睡眠で言ってる人って30分しか寝ないとかっていうね、あの人もいるので、うん、30分で果たしてその傷ついた体はどこまで回復するのか、あとはその寝てなくても寝てる時間が一番効率的なので起きてる時間にも回復はするので、はい、まあ、その回復力っていうのがどれだけこう、出るのかはちょっと僕も分かんないですけど、ね、うん、やっぱり分かりませんはい、そうですね、すいません、歴史を学ばないとっていう、はい、はい、はい、ということで参考にしていただけたらと思います。おすすめはしないですね、僕は、うん、はい、はい、ということで本日はこれで以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。